こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えず発信するチャンネル、好きです信州上田へようこそ。自称信州上田ナビゲーターの伝統工芸士龍馬です。今日ご紹介するのは上田市で絶大な人気を誇るラーメン屋大星です。今年の7月7日に移転オープンしたということなので伺ってみたいと思います。さあ、そうこうしているうちに左手に見えてきましたよ。では店内に入ってみましょう。店内はどこかアメリカンな雰囲気が漂っています。メニューを見てみましょう。大星といえば背脂豚骨ラーメンのバリコテシリーズです。こちらは定番で人気のバリコテ白、絶対に裏切らない安定感があります。こちらはピリ辛ひき肉が入ったバリコテ赤、辛いのが好きな方はいいですね。そしてこちらはバリコテスープに煮干しを効かせたバリコテ煮干し、濃厚そうですね。こちらは 300g のたっぷり野菜が乗っているバリコテ野菜、二郎系のようなビジュアルですね。さらにこちらはバリコテ白の九州麺バージョンのバリコテゼロ、麺が細麺なんですね。バリコテシリーズ以外にも淡麗系あっさりの醤油ラーメンや信州味噌を使用した味噌ラーメンもあります。さらには魚介を効かせた漬けだれで食べるつけ麺やニンニクがたっぷりの混ぜそばもあります。こちらはトッピングと替え玉のラインナップです。京都直送の九条ネギってのもあります。替え玉もいろいろありますね。こちらはセットメニュー、そしてこだわりの手包み餃子、美味しそう。どれにしようか迷わずに大星の定番で一番人気のバリコテ白を注文しました。さらにセットで茶丼も注文しました。さあ、やってきましたバリコテ白。うわ、背脂がたっぷりで濃厚そう。具もチャーシューにメンマ、ネギとナルトと盛りだくさん。そしてこちらは茶丼、美味しそうな肉がてんこ盛り、まさに肉の宝石箱や。あー、早くガブリンチョしたい。ではいただきます。まずはスープから。おほう、背脂たっぷりで美味しそう。あー、濃厚でうまー。もう一口、うん、間違いないうまさ。続いて麺いきます。麺は中太で少し平たい感じですね。よくフーフーして、うん、うまい。もちっとした麺がスープによく絡んで最高。今度はチャーシューいただきます。ほら見て、分厚い肉、美味しそう。チャーシューをガブリンチョ。あー、うまー。柔らかい肉から肉汁が溢れてくる、幸せ。今度はメンマと麺を絡めていただきます。うん、うまい。メンマと麺の食感が相性抜群。そしてまたスープ、うまい、間違いなし。今度は肉ぎっしりの茶丼いただきます。ガブリンチョ、うん、うまい。もうかき込んじゃおっと。あー、口の中に幸せが溢れてる、うまいな。そしてまた麺にリターン。それにしてもこの麺美味しいですね。
ふーっと。うん、もちもちした食感が癖になるうまさだわ。今度はまた茶丼。よっと。ガブリンチョ。ガブガブ。あー、幸せの茶色い丼ぶり。最高。続いて味変を楽しむために酢を取ってと。多めに投入します。まずは味変したスープからいただきます。あー、酢の酸味が相まってうまい。続いてよく混ぜ混ぜして麺をいただきます。うん、酢で味がさっぱりしてうまい。ところで、今回訪れたラーメン屋大星は今年でオープンして17年目だそうです。入れ替わりが激しい飲食業界で20年近く続いているのは、味はもちろんのこと、やはりジモッティに愛されているからだと思います。今回移転をオープンしたお店の外看板に大きな文字で名物と書かれていたのですが、その文字に大星が長年上田でラーメン屋を続けてきた歴史とプライドを感じました。今後も信州上田で20年30年と末永く続けていってほしいですね。そして上田市のソウルフードといえば大星のバリコテと、多くのジモッティに言われるような存在になっていってほしいなと思っています。そうなってもらうためにも応援の意味を込めて、これからも足しげくお店に食べに来ようと思います。最後に水をごく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 りんちょー。ぷはー、くったー。ごちそうさまでした。今年の7月7日の七夕の日に移転オープンしたラーメン屋大星、上田市民に絶大な人気を誇るバリコテシリーズは、大星の名物だけにとどまらず、上田の名物といっても過言ではないほど上田市民に愛されています。大星のバリコテシロと茶丼をぜひご賞味くださいませ。動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。